This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. 福山雅治と曽口亜希さんの地底人ラジオ。まあ、やっぱりスポーツの祭典というのは盛り上がりますよね。ワールドカップね。まあちょっとこれ収録してる時点でどこまでどうなのかっていうのか分かんないんですけど、まず初戦の話だけさせていただけると、はいはい、生で見ました？見てましたよ。僕も生で見ましたけど、ドーハの悲劇世代の僕らとしてはもう感無量でしたよね。本当に覚えています。ドーハの悲劇覚えてる？ドーハの悲劇の直後に生放送、伊集院光さんが当時やってて、私あの新人でついてて、で銀河スタジオにリスナー集めて、で、まあ、まさにこのドーハでついに日本があのワールドカップに決めて、決めてそこからなもう中継終わって、うひゃー生放送と思ったら、もうシーン、有楽町の悲劇、もうリスナーも下向いてるし、伊集院さんが出てこようが、わしが何喋ろうが、シーン、何やってももう滑るもな、もうなんかもう引っかかるとこないから全部つる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 。それはいい経験だったね、逆にね。もう何言ってももう響かないし、もうみんな下向いてるっていう、あの時はさ、良くも悪くもやっぱりこうまだ僕、まあ今もそうだけど、そんな詳しくなかったじゃん、サッカーに対して。はい、はい、あ、ワールドカップ、はいはいはい、あ、やってんの、聞いたことあるよ、ワールドカップ聞いたことあるよ、確かに。でも見たことない。あれって93年だったっけ？でしたっけか、うん、だってあの日本が初めてあの野人岡野さんでした。野人岡野って懐かしいな言い方、うん、のゴールかなんかでこう決めた時のこともよく覚えてますもん、うん、最後さ、イラクだっけ、対戦相手ロスタイムでヘッドで合わせられて入れたんじゃなかったっけ。そうですね、カタールドーハで行われて、イラクで、イラクだよね、はい、もうこれでいけるぞと。いやもうよしっていう、だってもうね、同点、はい、もう試合終了間際まで2対1でリードしてながら、ロスタイムで同点ゴールを入れられて、リードしてたんだ、はい、だから勝ち点3でいけるぞってなってたんだけど、で引き分けでも結局勝ち点同じ韓国に得失点差で敗れて、グループ3位になって予選敗退。そうか、だから勝ってて勝ったままだったらいけたんだけど、最後のロスタイムに、あの僕の記憶では、そうですよね、コーナーキックからのヘッドだったような記憶があるんだけど、はいはいはい、で決められて同点になっちゃって、勝ち点1で得失点差で韓国に敗れて3位グループリーグっていう、あんまり詳しくなかった僕らでもあの精神的なへこみ具合って言ったら、それは覚えてますよね。いやいや、もう本当に その直後の放送も含めて全て覚えてますね。もうよく覚えてます。そのドーハから29年、はい、うわ、経ったな。経ったね。いや、もうだからワールドカップに行くことだけではもう喜べないぐらい、なんかちょっとね、贅沢な感じになってきましたけども。あれから29年。そうですね。堂安律選手がおいくつ？ごめんなさい、もうその辺がパパと出てこないですけども。あ、それはそうだね、あ、24歳。ドーハの悲劇を知らない世代ですよ ね。その後に生まれてきたんでしょう。その後に生まれてきた。そんなことがあったんですねっていうね。まあだからドイツ初戦の時は僕も自宅で見てましたけど、はい、両手を上げてやったーってなってましたよ。そういう感情表現する人間じゃないんだけど、あんまりもろ手を上げてよっしゃーっていうのも、いやライブの時とかはね、お客さんに向かってほらうわーいみたいな感じちょっと煽ったりとかするのがあるけど、あれはあるけど、でもそれは別にほら歓喜で両手上げてるじゃないですもんね。違う行くよーっていう感じで上げてるわけですからね。やっぱスポーツっていいですね。まあ、当たり前ですよ。そうですね、改めてすごいですよね、やっぱね。改めてスポーツが呼び起こす興奮ってすごいなと思ったね。あの巨大なスタジアムにね、うん、あんなに人いっぱいで、しかも日本の人たちもたくさん行ってて、俺すぐあのジャパネットの高田明人社長に電話したもん。あ、何ですか。おそらく行ってるだろうなと思って。あ、そうですか。でやっぱり行かれてって、その場にいて、まあほとんど繋がらなかったけど、でもまあちょっとプツプツ切れながらも、
現地は異様な雰囲気ですって。いや私はもうあのほら学 MC さんとかをめちゃくちゃ映ってる、めちゃくちゃ映ってるなと思って。誰か電話した？いや電話してないですけど、まあツイッターでね、あやっぱり言ってた言ってたみたいな感じで、どうだったの？総口さんはこうじゃなかったの？もろ手を挙げて。そう、本田さんの解説ものすごい分かりやすくて面白かったですね。うん、それで言うとね、僕、はい、YouTube の中で見たんだけど、はい、堀江貴文さんと元東京都知事の猪瀬直樹さんが日本のスポーツジャーナリズムに対してご意見を発せられてたんですよ。お二人で意見交換というかね、トークして、はいはいはい、日本のスポーツのインタビューは全て感情を聞いてくると。試合が終わりました、今の率直なお気持ちをお聞かせくださいと、ね、同点ゴールを決めた時の気持ちはどういうお気持ちでしたか、そのお気持ちどなたに伝えたいですか、勝利しました、次は、第2戦目です、どんなお気持ちで挑まれますか、はいはい、何言ってんだってことで怒ってるわけですよ、堀江さんも。はいはい、堀江さん、サッカーとかも大好きで、言ってましたもんね、この間の。で、今、僕は何が言いたいかというと、本田さんのね、解説が面白かったっていうのは、はい、つまり、もっと技術的なことや戦術的なことを、具体的に説明してくれてるわけでしょ。それに、まあ、あの方のちょっとひょうひょうとしたユーモアも入って、ますますさらに面白い。うん、まあまあ、それはトーク術じゃない、まあ、トーク術としてそれも入ってくるけど、つまりその、根拠があるわけですよ。そうなんです。で、その言ってることがことごとくその後、監督のやることとこう、その後にこうマッチしてて、うん、その思った通りにうまくいって、最後に一喜一憂しちゃいけませんよって言ったら、その後に監督のインタビューでも一憂しちゃいけませんよって言われて、あ、本当にシンクロしまくってるなっていう感じの、うん。つまりそのトークというのは、スポーツにおいてのトークや、ジャーナリズムにおいてのインタビューっていうのは、ファクトとロジックだっていうわけですよ、その猪瀬さんがね。で、ファクトっていうのは何か、これ真実、事実。で、ロジックっていうのは、その論理的に解説するっていうこと。どうしても、日本の解説やインタビューは、今のお気持ちをお聞かせくださいになっちゃうと。だからそう、センチメンタルがやっぱりこう、好きなんだろうね、日本は、みたいなことを、猪瀬さんはおっしゃってた。はいはい。で、確かに俺もそれはね、そうだなと。今の お気持ちはって聞かれて、いや、嬉しいですっていうのしかないから、もっとその技術的なこととかね、それが仮に視聴者の方には分かりにくい話かもしれないけれど、うん、でももはや情報化社会なので、分からなかったら調べればいいし、それぐらい興味を持って見てくれてるわけだから、より深く理解していただくためには、もっと専門的な知識や専門的な領域の分野も選手も話していいし、インタビュアーも聞いてもいいし、解説者も専門的な知識を噛み砕いて、かつそこにはセンチメンタリズムも混ぜ合わせて、おそらく本田さんはその総合的に素晴らしいトークを展開されていたんでしょう。まあトークというか解説をね、そこだと思うんですよね。つまりこう、本当のことが知りたいんだよね。うん。ハートで戦ってるって言われたって、ちょっとよくわからないじゃないですか。まあまあ、そのいわゆるね、気持ちでっていうのはもちろんあるんでしょうけど。うん、で、この間のそのサッカーの前半戦と後半戦で、ガラリと流れが変わった、うん。この理由は何なんだってなった時に、そのディフェンダーを4枚にしてどうだろうこうだろうと言ってたけど、要はその、戦術戦略をもっとわからないけど知りたいじゃない。はいはい。例えば料理屋さんに行ってさ、今日出てくる料理必ず説明してくれるでしょ。まあ説明いらないなっていう日もあるよ、もちろん。うん、あまりにも説明長すぎて、ちょっと、それ、わかんないんで今日は大丈夫ですっていう日もあるけど、でもこの料理がなんで、こういうふうに今日はこのコースにしたかっていうのをシェフがわざわざ出てきて説明してくれたりするわけじゃないですか。うん、そこも含めてのエンターテインメントであると、うん。食というエンターテインメントであると。ただ美味しいものを作って黙って出して、もしくは一言、今日も心を込めて一生懸命作りました。どうぞお食べください。うん、だと、いやいや、それ一生懸命、普通一生懸命作るでしょうと。いや、でも日本多分そういうの好きなんですよ。やっぱり、お店の一番ね、入り口のところに、下がってる木札には、真心を込めて一生懸命作っております。大体書いてありますね、ラーメン屋さんとかでもね。当たり前ですよ。真心を込めて一生懸命作ってるのは、それ最低限もうお客様に対するマナーですから、それは。でもこれから先は別にもう人間が作らなくてもよくなるようにね。でも多分、
食べてみても違いが分からないぐらいになっていく可能性ありますからね、こうね。でもそれが美味しければいいじゃない。で美味しい時に、なぜ機械がこれほどまでに美味しい麺を作れるかを説明してくれたらいいんですよ、機械が。あ、機械が機械が。いや、それはすごいことじゃないですか。あの、このシェフの癖まで全部もうトレースしておりますんで、シェフの一番いい状態の時は毎日できますっていう。だからまあ繰り返しになりますけど、ファクトとロジックがあれば納得しますよ。うん、音楽とかそういう芸術の世界とかどうなんですかね。もともとは語ってましたよね。例えば渋谷陽一さんとか。ああ、聞いてたな。中村東洋さんの東洋ズトークであるとか。聞いてました。もうそれをずっと何度も何度も聞いて。渋谷さんは NHK でずっとラジオやられてたでしょ、ね、サウンドストリートだっけ、ね、FM のやつ録音して聞いてました、ね。何度も何度も聞いてましたね。だから渋谷さんはご自身のことを音楽評論家とは言わないですよ。音楽ジャーナリストっていうふうにおっしゃってたと思います。うん、ジャーナリズムがあるわけですよ、はい。で、ジャーナリズムって何かっていうと、もうこれも繰り返しになるけど、そのファクトとロジックだよというわけ。つまり事実をしっかり解析して、論理的に分析して、で、その、例えば、ミュージシャンに対しても、あなたはこういう思いでね、おそらく作られたんだろうと、この楽曲を。それは今までの過去の作品をこれだけ聞いてきて分析して、今回こういうサウンドにしている。このサウンドは、黒人ミュージックのあなたが影響を受けた70年代のルーツミュージックから、影響されてますよね。ここでブラスセクションを入れるのは、みたいな。そういう音楽情報がしっかり頭に入った、しっかり勉強された聞き手が、表現者側に聞いてるから、インタビュアーってとても大事な仕事で、インタビュアーっていうのはその人を分析し、時にそのアーティストが自分でも思いもよらないかったことを引き出す、無意識にやってたことを引き出して言語化し可視化してあげるぐらいの、力がなきゃダメなんですよ本当は、はい、インタビュアーっていうのは。そう、いつも思うんです。だからこれは多分他のインタビュアーの方も聞いていること。でもそれしか読まない人、聞かない人もいるから、うん、一応基本的なことも聞かなきゃな、っていうところが。そうそうそう。おっしゃる通り、全体的になんとなく日本のこう、インタビューというのはそういう、定型文になっちゃってるから、はいはい、定型文外れたことを聞いて、かつ的外れだと偉いことになっちゃうわけ。そうなんですよね。向こうも違いますと答えづらいから、うん、そうですかね、みたいな感じになる、ね。だけど、今回の本田さんのね、解説が楽しいと、面白いっていうことになっていけば、今度はその、なぜ本田さんの解説が楽しいのか面白いのかを考察し始めるわけですよ、みんな。まあまあ考察したところでもう、その答えは出てますけどね。はいはい、僕は、そういうふうにこう、具体的な技術を持って、方が技術論を話し解説してくれて、かつトーク力もあって、で戦術的なことも話してくれて、そういう戦術を立てる能力もあるし、その方が言語化できる力もあるから、それは面白いに決まってますよね。そうなんですよね。いやだからただ解説だけじゃなくて、もっとこうした方がいいって具体的にどんどん言ってくるんですよ、うん。でしかも自分がその日本代表の頃からよく知ってる人はニックネームで呼ぶし、うん、それ以外に自分があんまりそんなに知らない、例えば、若い選手は全員さん付けで呼ぶのが面白いんですよ、うん、なんかね、うん。その辺もなんか、自分なりになんか決まったこう線引きがあるんだろうなって。まあそこも含めて、スポーツ中継において、パーフェクトだったわけでしょ、その パフォーマンスが。だから新しい、なんか、本田さんっていう人はもちろん知ってたけど、新しい形の、こういう求めてた解説の形来たなと思った。いいな、新しい。みんながもやっとしてたものを、なんかスポーツジャーナリズムって、なんかどうなんだろうなって思ってたところを、エンターテインメントの部分も含めて全部スカッとさせてくれたのが今回、本田さんだったわけでしょ、うんね、いや、いいじゃないですか。進化しましたよ。スポーツ中継が一段、今回日本のサッカーが一段上に上がったように、スポーツ中継もそのアベマさんがね全部中継するっていう、これも200億円ぐらい投入したっていう、一段進化したじゃないですか。だから今までサッカーをドーハの悲劇以降ね、もうじくじたる思いでいろんな思いで応援してきた人たちにとっては流飲の下がる第一夜だったわけですよね、そのドイツ戦の時はね。ジャイアントキリングって言葉がすごいなんかね、みんな、ああ、そんな言葉あるんだ、ね、はい。ジャイアントキリングですよ、まさに、ね。
じゃあ今夜もジャイアントキリングしちゃう？いや意味分かって使ってます今、ね、今全然ちょっと誤用してますよね。ジャイアントキリングしちゃいますか。はいはい、分かりました。あのブラックモンブランみたいな感じでしょそうで、ブラックモンブラン九州ではみんな知ってますけどこれね美味しいアイスですけどね。あの当時500円の当たりが出るって言われてたそうそうそう、バーに当時の500円はもうね凄まじ5000円ぐらいの価値があったから。そうですね、うん、じゃあ今夜もジャーナリズム、スポーツジャーナリズムしてみる？いえそんなできないけど。わかりました。行ってみよう。福山雅治と地底人ラジオ。君持ちリクエスト、はい、宮古市まさちゃんでございますね。聞いてるラジオ、放送局は渋谷のラジオ。渋谷のラジオでお聞きのあなた、まさちゃん、こんちてじん。福山冬の大感謝祭、大復活嬉しいです。早速ブロス枠でエントリー。29日当選しました。おめでとうございます。私の初福山さんのライブ体験は2008年の福山冬の大感謝祭その9です。初めて見たキラキラな福山さんを忘れません。オーラはすごかった。そこから福山沼にはまりまして今に至ります。その時一緒に行ったのは当時小学6年生だった息子。あの時、聞いたハイアステージは部活を頑張る息子の応援歌でした。中学バスケ、高校ラグビーと怪我をしながらも頑張る息子に熱くなる親バカな日々。そんな息子も今年で25歳になります。月日の流れを感じております。振り返ればいつも福山家がありました。ああいいですね。振り返ればいつもやつがいる。振り返ればいつもマシャがいる。今回の感謝祭は久しぶりに息子と参戦予定です。嬉しくもありちょっぴり照れくさくもあり、いいじゃないですか。とにかく元気に年末約束の浜に行けるよう仕事に家事に頑張ります。ありがとうございます、まさちゃん。ではスポーツ家ですよ。これは福山家の中でも福山さんでハイアーステージ。どんなに時が過ぎても色褪せないってそんなものが本当にこの手につかめるかな。流した汗は必ず報われるんだってねえ、その瞬間に本当に出会えるかな。まだわからないけど恋焦がれた灼熱のステージよ。そこにはどんな風が吹いてるの。僕はただ知りたかったんだ。遠くへもっと遠くへ飛べ。そこからどんな世界が見えるの。行こう、ただ風が呼ぶ方へ。心の奥じゃいつでも怯えてるんだよねえ。弱い自分を許せることできたならもっと強くなれる。待ち焦がれた情熱のゴールへと、そこにはどんな自分が待ってるの。僕はただ知りたかったんだ。高くもっと高く飛べ。そこにはどんな光が差してるの。行こう、今君が呼ぶ方へ。
かよりも僕は僕に勝ちたい。迎えに行こう道の向こうへ君に誓った恋焦がれた灼熱のステージよ。そこにはどんな風が吹いてるの。僕はただ知りたかったんだ。遠くへもっと遠くへ飛べ。そこからどんな世界が見えるの。行こうただ風が呼ぶ方へ。今君が呼ぶ方へ。東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております地底人ラジオ。各コーナーはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジドットコムまで。どの放送局でお聞きになっているかも書いてください。メールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼント。また放送中はハッシュタグ地底人ラジオでのツイート大歓迎です。我々もねリアルタイム見てますからね。後日収録で紹介させていただく場合もございます。さあとても嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。第47回報知映画賞、ね、はいはい、今も歴史のある賞なんですけども、僕なんか関係あるのかな、でもいや、まあまあ、どっかでもあるのかなって雰囲気しますが、映画祭ね、映画ね、映画映画ね、なんかある、受賞者一覧が手元に来ておりますけどもね、うん、例えば海外部門作品賞トップガンマーヴェリック、もう納得ね、取ってますね、納得ね、あ、うん、そして主演女優賞は前科者の演技で有村架純さん、あ、おめでとうございます。これいい映画だったな。いやいや待て待て、主演男優賞は何なんだ、うんうん、沈黙のパレードの演技に対して福山雅治さん受賞、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、これまで福山さんね、はい、あの2014年に横浜映画祭とかね、アカデミー賞優秀主演男優賞とか、高崎映画祭最優秀とかね、主演男優賞、あと2020年には多摩映画賞最優秀男優賞取られておりますけれども、意外ともろてるね。もろてますよね。もろてないかと思ってた、意外ともろてるね。あ、そうか、いわゆるあの役者仕事に関してはそんなに昭和とかいうね、なんかちょっとこう感じでもらってますよ。普通こんなもらってない、すいません、なんかなんでいいじゃないですか。いや、しかも今回も選んでいただいてるっていうね。いや、選んでいただいてありがとうございます。コーチ映画賞選んでくれてありがとうナチュラルに自分の歌って一節が出てくるあたりがやはりこのキャリアを感じさせますな。危ないな、危ない危ない危ない。いや、でもこれはね、ごめんなさい、あの本当に嬉しいですよ。ちょっとほら、さっきのあのファクトとロジックでインタビューして。いや、このえ、じゃあ、あの放置ファクトとロジックで放置映画、日本はね、もうやたらね、そのインタビューに関してのセンチメンタリズムがね、多いけど、今どういうお気持ちですかみたいな、それが多いけどね、でもそうじゃないよねと、やっぱもっと進化した、本当に視聴者の方が求めてる聞きたいこと知りたいことをで、やっぱりインタビューしていただきたいな、総口さんに。でも放置映画賞というね、この歴史ある賞、はい、しかも当たり前ですけど、毎年一人しか受賞しない主演男優賞を受賞されました、はい、福山さん、今のお気持ちいかがでしょうか。こらいや、センチメンタリズムで来るなっつってんの。いや、放置の記者の人もこれで来ますって、一言目は絶対に、ジャーナリズムで来てっつってんの、一言目絶対そうですよ。
福山さん、今おめでとうございます、今の気持ちが、おめでとうございます、今の気持ちいかがでしょう、ありがとうございます、おめでとうって言われてありがとうですもんね。おめでとうございます、今のお気持ちはって言われてありがとう、嬉しいです以外に何かある？でもまあ例えばだよくあるのは、これあのよく聞かれるパターンの質問でいくと、どういうところが評価されての受賞だと思われますかとかって聞いて、ね、あなたはどう思う？出たよ、オウム返し。いや、オウム返し、そういう、そう聞いてくるわ。あなたはどれぐらいこの、沈黙のパレードやガリレオを勉強してご覧になって、自分なりの思いを持ってあの判断や解釈を持ってインタビューに臨んでこられたんですか？相当喧嘩腰ですよこれ。なんかインタビューに対してどういう切り合いをしたって僕に刀抜いてきてるんですか？ペンというジャーナリズムの刀をね。質問に一言も答えないよこれ。なんか全然ねえ、いや僕はね、これは15年かかっていただいた賞ですから。なるほど、まあ、沈黙のパレードの演技に対してと書いてあるけれども、それはやっぱり今までのね。そうです、この映画だけでいただいたというよりは、僕の中では15年間の湯川先生とのお付き合いで、湯川先生を、まあ、作品の間は空いてますけれども、15年間かけて湯川先生とお付き合いさせていただいて、お互いに成長してきた、湯川さんも成長してきたし、僕自身も成長変化してきた結果、ここにたどり着いた賞だと思っているので、いただいた賞だと思っているので、僕のこの主演男優賞は15年間の時間がかかっています。なので、自信を持ってあのしっかりと受け止めさせていただけますね。いや私なんぞがっていうふうには思いません。ありがとうございますと、まあ、ご評価いただきありがとうございますと思います。でも役者さんってやっぱりあのほとんどの方が、あの役者さんといえばこれだよねっていうのが普通ないじゃないですか、なかなかやっぱり、うん、でもそういうのがあの福山さんといえばガリレオだよねっていう風な、あの湯川さんだよねっていうのが、そういうモテる役者になったと、これやっぱ役者としても非常に幸福な出会いだったわけですよこれね。なかなか、うんうん、かつそのいわゆるハマり役、当たり役と呼ばれるもので、かつ賞をいただけるっていうのは、これはもう光栄の極み乙女ですよ。ああ、そうです、確かにね。何なんですかね、福山さん、その坂本龍馬さんもね、といえば福山さんもハマり役だって話もありますし、うん、あれもいただきましたよ、龍馬さんも、ね、いろいろギャラクシー賞であるとか、ドラマのね、橋田壽賀子さんのね、橋田壽賀子賞であるとか、いただきましたよ、たくさん。うん、はい、その坂本龍馬さんもその湯川先生も、福山さんからしたら、自分の中にあるもん、もともとないようなキャラ、どっちなんですか、湯川先生って、改めて聞きますけど、その福山さんの中に。ね、あの共感できるキャラ、共感できないキャラ、どっちがあの演じやすいとかってあると思うんですけど、共感っていうところで言うと、共感できないものは僕はできないと思いますね、その役柄として。そうですか。でもこれ役者さんでは、うん、あの本当にもう血も涙もないような犯罪者をやってみたいとか、うん、全く共感できる人じゃないけど、共感できない人なんですよねっていうふうにおっしゃるんですけど、それって裏を返すと、あの芝居という技術でその共感 してないけれども、その自分が持てる芝居という技術でキャラクターをねじ伏せてコントロールしてるっていう自信の表れでもありますよね、それはね。僕はそれできないんですよ。そんなあの相手を役というキャラクターをテイクダウンを取ってポジション取ってきっちり三角締めできるほど、僕はそういうあの役柄に対する決め技は持ってないので、やっぱりマインドから入っていかないと僕はなかなかそうはならないっていう。うん、じゃあその湯川先生に対するその共感できるところってどういうところなんですか、演じていく上で。謎に対しての興味があって、うん、その興味が持てる部分があれば、他のことは人間関係であるとか、そういう、感情であるとか、そういうことに対しては、まあ、二の次であると。それよりも自分が関心のあるその科学的根拠ですよね、科学的根拠の部分に対して興味があって、そこを追求するっていう意味では僕は結構共感できるし、尊敬していますね。やっぱりさっきも言いましたけど、やっぱ人間センチメンタリズムで人情で動くことが多いので、
あります、それは当然あるし、それは人情がなきゃ、義理と人情がなきゃ人付き合いなんかできないからね。であるんだけど、その義理と人情に助けられる人生でもあれば、義理と人情が重たくなっちゃってしんどくなっちゃうっていうのも、これまた人間関係じゃないですか、うん、でそういったところからちょっとその超越したところにいる人でもあるので、うん、湯川先生は、うん、とはいえ劇場版になってくると、石神であるとか、あとは今回でいうと草薙であるとか、うん、時と場合によってはまた全く逆に人情の人間にも なるんですよね、うん、湯川さんのね、そのあたりがとても魅力的だなと思いますね。よく役者さんがその役を掴んだと思った瞬間があったとかって言いますけど、福山さんとこのガリレオに関してはあっと思った瞬間であったんですか、今役を引き寄せた。いや僕はね、最初に湯川さんに関してはもう動きから入っていったんで、首の動かし方とか体の動かし方、手の動かし方とか、そういう所作から入っていったので、それをやりきればこれはもう役を掴んでるっていうふうに言えることになると思ったんで、マインドで入ってったっていうのとは実は今回は違うんですよね。形作っていって、そこに気持ちを乗せていったっていう。だ車で言うと外側を作って最後にエンジン乗っけたみたいな感じです。そこに最後にこの気持ちがポンってなったっていう、うん。でも普通なかなかないと思うんです。その東野圭吾先生が福山さんが演じることによって、ガリレオを書くときに福山さんがどんどん成分が入っていくようになったみたいなことをね、おっしゃってて、うん、そういうことって普通ないですね。原作の方がどんどん役者に寄ってくるっていう感じの、それはもうユーモアもあるじゃないですかね、でも東野先生の、やっぱりお茶目なクリエイティブの中に許される、まぶすのが許されるエッセンスを最大限こうユーモアを交えて、使ってらっしゃるし、表現してらっしゃるし、答えてくださってるし、そういうふうに発言されてるしって、まあ、ユーモアの部分は結構あるじゃないですかね。でもなかなかない、このいわゆる原作者と、ね、それを演じる役者さんとの関係で、ここまでのことってなかなかないのかなとかっていうふうにね、お互いに全幅の信頼を置いてるみたいな。いやいやいや、もう大先輩ですし、表現者としてのもう、偉大なる先行者なので、東野先生は。ただ、初めてお会いした時からそう変わらないところは、非常に少年のような、こう、キラキラした眼差しと、少年のような照れくささというか、シャイな部分も持ってらっしゃって、うん。で、そんなにしょっちゅう会うわけではないんですけども、1年に1度か2度はお会いさせていただいて、で、僕も、東野先生とトークするのはいつも楽しみだし、まあ、トークも楽しいしね、お話もね。だからなんかそういうその、おもろいっていう、こう、今回その北村一輝さんが、しっかり描かれてるんですけども、はい、草薙が、舞台挨拶の舞台袖や、待機場なんかでは、二人ともほぼ同じ地域の出身なので、あ、どないみたいな感じですよ、二人とも。そんなに近いんでしたっけ。そうかそうか、もうなんかほぼ同じ町みたいですよ、関西の。あ、そうなんですか。どない、こない、電化な漫画、電化な漫画なは言わない。電化な漫画なは最近言うじゃない。やんけやんけ、そやんけ割れとか言わないけども、もう二人とも関西弁で、あ、どないしてはります先生、お元気で、お元気でかみたいな、ちょっと分かんないけど、おっしゃったし。そう考えると、その、福山さんをはじめとして、そのいわゆる柴崎幸さんだったり、奇跡のこうチームだったわけで、役者もね、まさにもうこれしかないってぐらいバチーンと余ったんですね。だからこうみんながこう各ね、ガリレオをやって、そこからまた違う現場行って、いろんなチームになって、またこのチームに戻ってきてっていう、まあ生きてるからこそこのシリーズっていうのは続いていくわけで、今みんな健康に生きてるからシリーズ続けられて、そのことが幸せだよねなんてこうそんな話もしてましたけど。でもなんか映画あるたびに、その昔のガリレオとか再放送されてみると、一番最初の頃ってやっぱちょっと変わってますよね。変わってます、変わってます。ね、北村さんなんかもかなりまだ、最初の頃ちょっとまだ線が細いとか軽い感じで。そういう設定でしたからね。天才物理学者、変人ガリレオを使って、事件を解決して、手柄だけは自分のものにしようかな、みたいな。少しそういうその、そう小ずるいところがあるキャラクターとして最初は登場していたので、それがだから今回のこの沈黙のパレードではあれだけこう
ね、人間の熱い深く悩みね、追い詰められるような人、まあ、それ多分それは北村さん自身の役者としての進化と進化がね、あったのかなと思います、ってな感じでちょっと聞いてきてみたんですけど、どんなファクトとロジック、いや、なんで今最後だけ巻き舌になるんですか、ファクトとロジックって、改めてね、メッセージは来週以降どこかで紹介させてください、ね、ちょっとあの未来のために撮ってるんで、この収録がね、そうなんですよ、はい、だから、ね、予言です、そう、あのサッカーもだからドイツ戦のことは詳しく言えるんですけど、なかなかその次のことあたり、その後のことは言えないいろいろあるんですね、というわけで、ありがとうございました、報知映画賞を主演男優賞いただきました、さらなる励みにしていきたいと思っております、そしてこれは何より最初にドラマが始まる前にこういう動きにしよう、形にしようって言って、一緒に湯川学ぶというマシンを、高性能スーパースポーツカーを作り上げてくれた西谷博監督、鈴木義弘プロデューサー、そして何よりこの湯川学ぶというガリレオという作品を発明した発明者である東野圭吾さん、この全員でいただいた、15年かかって全員でいただいた、他の関わってくださったスタッフももちろんそうです、本当にありがとうございました。私が君のこと泣かずに思う
こちらもあのヒットをいただきましたね、一等賞いただきました。お送りしたのはコープラスで一つ星でした。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。さあ、本は読む時代から聞く時代と。そうなの。ことで、まあアメリカなんかは結構そうみたいですね。オーディオブックがもうとにかくあの普通のリアルの本よりも聞かれてるっていう。2022年流行語大賞にもノミネートされたオーディオブック。先日ユーザーが選ぶオーディオブック大賞2022が開催と。文芸部門で大賞に輝いたのはインバート、上塚翡翠、東女集でした。相沢先生、おめでとうございます。さあ。ね、あの私もオーディオブック聞きますけどね。僕はね Kindle で読む派なんですけど、オーディオブックなるものは読み聞かせ、はい、まあ、大人のよくあるそのアマゾンで言うならばアマゾンオーディブルっていうのがねあって。どう？ただやっぱり私小説は読みたいかなと思う。ただそのビジネス書だったりとかそういうものを、あ、まあね、はい、あの移動中なんかに聞くのはとても、うん、あのまあ、時間、まあ、暇つぶしにもなるだし、ね、時々気になるファクトとロジックでしょ。いやいや、ちょっと A ちゃん入ってますけど、まあ、なんか今つまりね、そうしたのそれってね、ファクトとロジックの話だよね。なんかこの巻き舌っぽくさらに A ちゃんっぽいですよね、ロジックっていう、ね、そうしたね。こういうこと。やるやつはやる、やらないやつはやらない。霊媒パーソナリティ来ましたよ、なんか。俺霊媒パーソナリティ。来た。上塚翡翠。いやいや、よろしく。上塚翡翠よろしくって言えないと思いますけど、あの、いや、だそういうのはいいと思いますよ。ね。うん、いや、しかもちょっとね、1.25 倍ぐらいにしてパーって聞くと、一冊分とかがほらちょうど電車乗ってる間とかに聞き終わったりするんで。何聞いてんの、そのビジネス書って。ビジネス書聞いてビジネスやるの？ビジネスやって、まあいわゆるあの。ビジネス書にはいわゆる健康のことだったりとかあるじゃないですか、そういうね、けんあのこういうふうに健康、あ、つまりファクトとロジックの話、ね、そうそうですね。あのオーディブルでも聞くし、あの YouTube でもそういうチャンネルばっかりあるある、2倍とかでもうだから、あるある、毎日もう15、6冊ぶわー読んでますから、うんうんうん、まあ、あの、まあ知的好奇心を満たすという意味だよね。だから例えばあの投資だったらこういう投資、別に、ね、そんなに大した投資とかしてないですけど、なるほど、あ、インデックス株、なるほどね、とかってあったり、こっちはあの腎臓肝臓とかをピカピカにするの、へえ、こういう考えだ、へえとかって、もうその情報を入れていくんだ、そういうの好き、ね、興味のあることに関して。いや、大事なことっていうか、我々みたいなね、なんつうの、こうのぶしパーソナリティっていうか、あ、いわゆるだから特化した何かがない、ね、特化した何かがない、はいはいはい、スロー人パーソナリティというか、ね、まあ雑食パーソナリティですね、うん、どっかにちゃんとこう大名に仕えてかつ家禄をいただくような、そういう、出自がちゃんとしてないスロー人パーソナリティ。そこまで蔑まれてはないと思いますけど、あいつスロー人パーソナリティだからよ。あの下級武士パーソナリティでしょ。まあそう、あの下級武士だったらまだ軽くあるよ。あ、そうです。下級武士ちゃんとあるじゃないですか、ね。あるあるある。ね、そう、あの坂本龍馬さんだと、そうですよね。でも坂本龍馬さんも結局蔑まれて、あの安住に突き落とされたりしてましたから、ね。いや、そうですよ。それでもう土佐におってもこの虐げられた上司と下司の関係は一生変わらんと。だから脱藩するわけですよ。まあ、そう、脱藩パーソナリティだもんね。いや、まあまあ、あの、日本放送やめましたけど、脱藩ではないですけども、まあ、もともとな、だって、パーソナリティとして、アナウンサーとしてずっと日本放送にいたら、まあまあ、日本放送の家禄も最終的にはもらえたかもしれませんよ。いや、そりゃそうでしょうね。最終的に、うん、あの退職金までもらって。退職金という家禄、もしくは役。富士産経グループの企業年金もしっかり全部全額もらえるって、ね、うん。で、かつ、もしかしたら分かんないよ。役員とかに最終的になってたらさ。ないかもしれないですけど。いやいや、分かんないよ、はいはい。なってたら、株という家禄をいただけるかもしれないよ。ああ、役員になれば役員定年がないですからね。ないないない。ずっと、居続けることもできるっていうね。だ脱藩パーソナリティだから、今は。脱藩スロー人パーソナリティですよ。脱藩スロー人パーソナリティですよ。まあ、下の下ですね、これなんかね、ちょっとね、パーソナリティ。だから、そういう人はいつ切られるか分かんないから、ちゃんといっぱい武器を持ってないと、情報という武器を持ってないと、切り合いができないわけですよ。向こうがそっちで来たら、こっちはこれでとかってね。そうそうそう。特化したい、あ、ちょん、あ、ちょん、ちょん、ちょん、みたいな感じで当てていかなきゃいけないんですよ。そんな軽い、大丈夫ですか、そんな感じで。あ、ちょん、ちょん、ちょ、ちょん、ちょんとこう、刀を合わせていかなきゃいけない。そんな立てて大丈夫ですかね、それなんか。
ひらりひらりとかわしていかなきゃいけないわけですよ。そうだからやっぱりは好きなんですよ、そういう感じ。で、オーディオブックは、まあ聞いてるけど、やっぱね、小説は無理と。やっぱね、しかも長いやつになると、なんか、途切れ聞いていくと ね、あれなんだっけってまた戻ったりとか。まあ、カフカの化身をオーディオブックで朗読で聞いても多分寝るな。グレゴール変身だ、変身。そうですね。でもね、あの、インバーとジョージが翡翠投手集は、うん、なんと見事オーディオブック大賞2020年に受賞されたということで。そんな相澤先生の一等賞に必ずや続くことでしょう。福山さん、インバーとジョーズか翡翠投手集のあれの全貌がいよいよ明らかになってくると。はい、いよいよ。あやかし12月5日にデジタル配信になります。ね、できてるって言ってましたもん、今前も。もうできてて、できててさらに焼き入れてるぐらいですよ。いや、ほら、あるじゃん、なんか最後こうちょっとバーナーで炙るみたいな、焼き固めるみたいな。そうあ、またさらにちょっと手入れたりしてるとか。いやもう大丈夫ですね。大丈夫ですか。あんまり入れると焦げちゃうから。もうやりすぎるとさ、どこでやめたらいいんだっけみたいな。そう、たまにね、炙りのマグロとかね、いただくけど、いや、ちょっと、火入れすぎよっていうのはあるじゃないですか。確かに、あと、蓋炙り少なくてよかった。もうちょっとでよかったのにっていう、そうなっちゃうから。もうじゃあ完璧にもう出来上がってる、ね。そう、出来上がってます。ただやっぱほら、ドラマの中では、部分部分しか聞けないんでね。まあね、そこはせこいから僕も。いや、せこいって意味は。ドラマで毎回フルは結構長いかもしれないけど。いや、かかんないんですよ。ドラマっていうのは大体1分半なんですよ。そうですよね。90秒サイズで大体。はい、だから歌頭からポンって来たりとかね、そうするんで、あ、そうそう、あ、でもここ聞いたことなかったな、うん、とかっていうのがあったりしたわけですけども、まあだから主題歌バージョンではまだ我々が聴かせてもらってないパートもあるよ、うん、あります。お楽しみに。もうより奥行きのある楽曲になりますから。なるほど、お楽しみ。そして一足先にジャケットも公開になりましたが、こういう仕掛けできたのかというね。そうそう、これ見て率直な感想どう。いや、もともとほら私、まあ、Kindle の中でも本のほらジャケットを見てて、うん、購入したりしていたんで、うん、原作の草画を書かれているエンタシホさんが福山さん描いたら、うん、あ、こうなるんだっていう。てか福山さんを絵で描くってあんまり、そう、今まで難しいんですよね、僕特徴がないから。そうですか。いや、僕の顔は相当難しいですよ、特徴ない顔つきなんで。これだけ日本人誰でもモノマネできるのに。声はね、特徴、喋り方特徴あるのに。声はそうだけど顔の特徴がないんですよ。そうですかね。ないっすよ。だってよくほらね、言われてたのが、福山雅治さんの外見になりたいとかって言うと、やっぱ特徴あるからなりたいでしょ、こういうふうになりたいとかって言っていたわけ。いや、でも絵で描けるかっていうと、確かに福山さんシュッとしてるとかっていう感じで、シュッとしてなんかないんですよね。だからエンタさんにお願いしたのは、写実というよりは、その城塚翡翠の層画、はいはい、そこの世界観に、城塚翡翠の世界の住人にならせてくださいと、エンタさんの世界の住人として書いてくださいっていうことでお願いしたんです。だからその城塚翡翠さんの世界に、ガリレオさんやってきたらっていうね。いやいや、違いますよ。ホームズ対ルパンとかありましたけども、なんか夢の対決。ホームズハンドですよ、だからこれは、この手の手が同じですもんね、これね。そうあ、でもホームズハンド調べてみたら、シャーロックホームズね、はいはい、ホームズハンド画像で調べてみたら、もっとすっごいくっきりした手してんだよね、形が。でまずね、そのホームズハンドっていうのよく分かってないですよ。だからホームズさんがなんか考えるときの、うーんって考えるときの手の形なんでしょ。ああ、じゃあそのいわゆるそのホームズさん、いやいや、ほらガリレオ先生って言うと、これ、あの左手のね、フレミングの左手、右手の法則じゃなくて左手ってなってるっていう、ホームズハンドね、明らかに何か考えてる手してます。普通にしない手ですね、これね、何気なくは普通しない手ですよ。はあ、指の腹と腹を合わせてるって、ね、そのバージョンもあれば、ちょっとこう膨らませてる、間が空いてるのもあったり。まあ変ですもんね、そんな感じでこうやって組むことないですもんね。明らかに何か考えてる時の手だなっていう。あ、今僕考えてますよっていうのが分かる。周りから見てもそれちょっとアピール。うん、あ、なるほどね。
でもだからそれしてるのって面白いですよ。ジャケットもね。ジャケットもなのでちょっと、もともとその城塚翡翠さんの、はい、総画も城塚翡翠はホームズハンドをしてるわけですよ。そうですね。そう、それをちょっと崩して、はあ、じゃあエンター先生もじゃあちょっとあの福山さん描くときにはなかなかちょっと苦労しましたみたいな。おそらく気になりますね。まあ、でも確かに、まあ、いやすごく福山さんだってパッて見て分かりますけど、うん、それで目もちゃんとね、あの、うんうん、城塚翡翠の世界の住人のような、ね、ありがとうございます。エンタさんもとてもかっこいいと思います、ジャケット。これ実際の本とこう並べてみたくもなりますけどね、うんうん。そしてミュージックビデオも撮影されるらしいという。でも今撮影されるらしいとか言ってる場合じゃないよね、このスピード感とかタイム感。リリースされますよねこれね。12月5日にデジタルリリースするっつってんのに、なんでそれを準備しておかなかったのかって、ファンの方が言われそうな。どういうことなんですか。忙しかったじゃない。いわゆるプロモーション活動にね。そう、そのハードスケジュールに対して沈黙するしかなかったじゃない僕は。いやいやいや、だってそんなことでも年末も近づいてるわけですから、もういろいろ大変じゃないですか。テレビ出演もあるし。まあでもね、体は一つしかないから、僕もそうだけど、みんなスタッフさんマネージャーさんたちも一人一人体は一つしかないから。そこでやっぱり最近のこの AI ね。え？ AI を使って、だって最近でもなんかAI マネージャーとかいるの？いや、だからもうこれまでは AI というものは、どっち選べばいいのかな、たくさんありすぎて分かんないな、あーってギュッて多少絞ってくれたりするぐらいのが AI だったんですけど、これからはもうないものを作り上げてくれるってことで。ありがとう AI。 だってもう最近話題になったのが AI モデルっていう。モデルってモデルさん、モデルさんのモデル、ファッションモデルでもね、ファッションモデル使おうと思ってもなかなかこれ使えないようなもうブランドなんで。あと、まあ理想のファッションモデルがいないと、今回のコレクションを表現してくれる、ね、そう。でそれをいやもう見ても、いや普通に海外のモデルさん、一流モデルさん着てる様子見えない写真がたくさんバーッとあるんです。全員写真は簡単だろう ね。でも全員これ、まあ、ランウェイは結構難しいと思うけど、まあ、まあでもそれで例えばカタログだったりホームページとかも作れるわけで、なんかそういうのがもう、うん、非常に安くできる、まあ、いわゆるマネキンでしょ。進化したマネキンってことでしょ。そうですね、まあ、それがまあ非常にまあ、自然と、うん、自然じゃないんだね、でもそうこうしてくるともう本当にもう多分動画でもできるようになると、ちょっとテレビ出演しといてみたいな感じになるかもしれないですよね。まあ都合に合わせてそれはもうそうなっていくだろうし、適材適所でデジタルじゃないと、むしろデジタルの方がいいっていう場合と、いやここはやっぱり人間生で使った方がいいなっていう場合と、それ両方ありますからね。まあ、だからモデルさんの仕事がなくなるってことはもちろんないですけどね。もちろんもちろん、でもだからね、そういうもともと使えなかったところが使えるようになったりとかするとか。 AI モデル、それはあやかしか。いやそうですね、まあ、確かにリアルじゃないわけですからね。あやかしか、さあいよいよその全貌が12月5日デジタル配信でリリースになります。フルで聞きたいあなた、聞きたい、買ってください。はい、わかりました。今週はもう最後のテレビサイズバージョンですから、むしろ貴重。ね、最後のテレビサイズバージョン。福山雅治であやかし。私が何に見えますか、何者に映りますか、あやかしか。世界は今日も美しく、醜くでも愛しく、生きてるって選んでるよ、俺きっと人は選ばされている。俺が運命や奇跡を祈って待ってても、いつか自分で自分を壊してしまう。俺がそばにいてくれたら、求めてくれるなら、善人にも悪人にもね。I don't know.
胸で泣くのでしょう。あやかしはですね、12月5日各配信サイトでデジタルリリースとなります。ジャケットの方もぜひめでてやってください、見てやってください。そしてインバート上塚翡翠登場集は毎週日曜22時30分からです。こちらもぜひともご覧になってください。福山雅治と曽口亜紀沙の地底人ラジオ。ワールドカップを見ながら、そして忘年会シーズンね、今年は例年に比べて、コロナの中ではありながらも多少忘年会するところもね、出てきたというところ、お酒を飲む機会年末増えているんではないか。続いてはお酒を飲む前に聞いておきたいこちらのお時間ですと。酒を飲もうとするとき、酒もまたお前を飲もうとしている。怖い怖い。主導お茶をたしなむねことがそうだったように、花を生けるということがそうだったように、暮らしという文化における日々の何気ない行為も精神と様式を極めていけば、それはまた道となっていくと、酒もまたしかりというわけで、毎晩のね、福山さんの楽しみである一人酒をゆくゆくは主導として体系化したいという、まさに福山さんのように一人で酒と向き合い、自分と向き合っているリスナーの皆さんからの酒を飲む時のマイルールや矜持を、ね、送っていただいております。ちょっと余談一個いいですか？もちろんです。この間僕が、使ってるギターがクラシックギター、はい、ガットギター、スパニッシュギターかなガットギターあって、今回のあやかしでも使ってるんですけど、スペインの名工エルナンデス・イ・アグアドという、まあ二人なんですけどね、エルナンデスさんとアグアドさんと、あ、なるほど、イっていうのはとっていう意味で、のギターがあるんですよ、はい。でこれ非常に有名なギターで、でかつその僕が所有している僕のところに巡り巡ってきたこのアグアドさんのギターは、その制作者が自分のお孫さんに向けて作ったギターって言われていて、非常に有名なんですね。で音もすごいいいんですよ。でそれをこう僕がこの間、歌番組の時に持って行ってたら、はい、小倉さんが見つけて、福山さん、これをお持ちとは、ってなって、さすが小倉殿、敬願ですな。まさに茶道のね、器をお互いに褒め合ってるみたいな。そう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 。やっぱ見る人が見たら、ああっていう。ああってなって、で、僕がね、いやー、本当にもう素晴らしいサウンドなんですよと、ぜひ小倉さんも触ってみてくださいと、そうですね、ありがとうございますと。で、僕が、まあ本当に僕なんかのところにね、このエルナンデス・イ・アグアドやロベル・ブーシェ、ヘルマン・ハウザー一世とか、まあ、そういったその、まあ、イグナシオ・フレタもそうですよね、その名工たちの名作が僕なんぞのところに集まってきてしまうっていうのは、もうちょっとその欲しいし所有していたいし、でこの素晴らしいサウンドを多くの人に聞いてほしいから、レコーディングでも使ってってやってるんですけど、本来のガッドギターの使われ方としてはちょっと違っていて、本当であればこう村地香織さんであるとか、福田真一さんであるとか、そういう名手が弾くべきギターなんですよ。でそれがもう本当ちょっとなんか申し訳ない気持ちはありながらも、今は僕がお預かりしてるっていう状態なんですよね、なんていうのをこう、まあ、しょっちゅう話すのね、そういうこと、はい、でも小倉さんがそこでスッと一言おっしゃってくださったのが、いや福山さんね、ギターを選ぶときギターもまた福山さんを選んでるんですよ。出た、聞いたことがあるのがすごい、さっき聞いたようなね、はいはい、福山さんがギターを選ぶとき、ギターもまた福山さんを選んでるんですと。だからたどり着くんですと。やっぱりギターの道を極めてる方は言うことがやっぱそうなっていくわけですよ。決してギターもね、ただ待ってるだけじゃないと。ギターの方から所有者を
福山さん選んでいるんですと。そうですか。まあ、まあ普通に聞いたらおかしな話ですからね、そんなね。おかしくない。いやいやいや。深淵を覗くとき。いや、まあまあそうだけど。深淵もまたこちらを覗いているのだ。日英。ギターもただ漫然とぐだーっとしてるだけじゃなくて。普通にギターが売られてるわけじゃなくって、ね、ギター買いに行こうと。行った、僕がギター買いに行ったときに、ギターを選ぶときに僕が、ギターもまた僕を選んでいるのだと。だからまあ、このピタッとね、収まるべくして収まったんだと。まあ、そういうふうにおっしゃってくださったから、小倉さんが。ね、まあ、そうとはまあ完全には言い切れないですよ。だから、もう本当にそうだとは言い切れないけど、今は、しばし、僕の手元にありますよっていう。素晴らしい音を奏でて、はい、ということですね。いや、すいません。ちょっとまた長くなっちゃったんで、はい、手動に行く前になんか、ギター道になっちゃったんで、ギター王のギター道の話になっちゃったんで、ちょっと一曲挟みましょう。チェリーのそのチェリーを歌った歌ですね。チェリーお送りしました。さて改めてここで手動に関するメールが届いております。ギター道になっちゃったからね。あやふくちゃんは、53歳女性の方、 MBS ラジオで聞いていただいております。 MBS ラジオでお聞きのあやふくさん、皆さんこんちせいじん。私なりの手動は、嫌なことがあった日じゃなくいいことがあった日に酒を飲む。うん。仕事のことは忘れたいので、休みの前の日に飲む。うん。まあ、つまりぼーっとしながら気持ちよく酔いたいってことですと。まあ、昔からね、焼け酒なんて言葉もありますが、福山さんは嫌なことがあった日といいことがあった日、飲み方、飲むお酒に違いがあったりしますか、ね、ズバリ言ってもいいですか。お願いします。あやふく、いいことも嫌なこともお酒も全部飲み込みます。すごいですね。はい、もう何でもかんでもぐわーんと引き受けると。クジラのように飲むがじゃ。原因ですね。原因。山内陽道校、山内陽道校。ね、道校、まあそんなに飲まないですけども、はいはい、まあいいこと、基本毎日飲む人なんで、はいはい、いいことがあったから飲むとか、嫌なことがあったから飲むとか、そんなないですね。だから何々だから飲むが、何々だから飲むはないですね。はあ、うん、常まあね、その美味しくお酒を飲むために細心の注意をね、健康に含めて払ってるわけですから。酒を飲むために酒を飲んでいますし、健康のために酒を飲んでいますし、はい、お酒を健康に悪いものだっていうふうに思わせたくなくって毎日飲むようにしていますね。そうですよね。あとは、その酒で、こう、失敗したとか、はいはい、お酒を飲んで相手を傷つけてしまったとか、うんうん、嫌なこと言ってしまったとかって、はいはい、そういうこともしたくないですね。だからやっぱりそれで一人で酒と向き合ってるから、まあそういうことですね。そうですね。まあ、大好きなお酒のせいにされたくないんですよね。そうかそうか。酒のせいなんだよ、とかって。そう。悪いのは俺じゃない酒だ、みたいなことはもちろん言いたく。酒は何も喋りませんから。酒は何も言い訳できませんから。しませんから。ギターは言いますよね。ギターは呼んでくるって、ね。いや、ギターも言いませんよ。あれ、そうそうそう。言いません。ただ、答えてくれるだけですよ。そうですか。はい。なるほど、なるほど。はいはい、ただ、こちらが問いかければ答えてくれるだけで。そうですか。うん。じゃあ、なーんと弾いたら答えてくれる。ああ、確かに確かに。うん、酒はこう、自分の気持ち。酒はもう整えであり、気持ちの整えであり、緊張の緩和であり、酒という異世界への日常の小さな旅ですよね。あ、うん、まあじゃあ大事なもんですね、毎日のね、一日の締めくくりには必ずないとっていう。そうですね。まあ聖なる時間ですね。まあだから、そうです。それがないとやっぱりもう自分の人生整えの時間ですから、はい、うん。だからどんなに結構遅くまで仕事があったとしても、やっぱり家帰ったら少しは飲みたいっていうのがあるわけですね。整えるわけだからね。自己救済であり、はい、うん、まあまあセラピーでもありますよね。ああ、ね、メールいただきました。はなちゃんは、57歳のこれ看護師さんですね、うん、渋谷のラジオで聞いていただいておりますという、はなちゃん、渋谷のラジオでお聞きのあなた、こんちせいじん。昔から酒は飲んでも飲まれるなと聞いていました、うん、やはり酒は人を飲み込み、酒の世界に引きずり込み、どうにかしちゃうんだなと思っていました、5年前に亡くなった父はすごく酒好きでした。
娘4人が成人しても酒の相手をすることなく、いつも手酌酒で飲んでいました。息子がいなかったからつまらなかったのかもなと思っていましたが、娘たちが結婚し4人の婿が集まって酒をついでも盛り上がることもなく、ほろ酔い加減で自分の部屋に戻っていってしまう姿を見ては、わ、なんかつまんない父ちゃんだなと感じていました。しかし亡くなるまでの3年間は入院生活で一人酒すらかな、わず、昏睡状態になる前に先生から、もうお父さんが好きなことを、させてあげてくださいと言われ、お酒をこう少し口に入れてあげました。お酒をゆっくりと味わいながら穏やかな顔になって父を見取ることができました。福山さんのように一人酒こそが父の主導であり、一人でしんみり飲むことで一日の終わりを感じていたのかなと今になって思いますという、まさに、ね、そうですね。自分の娘さんの向こうさん集まったら普通はね、飲むぞって言いたくなるかなと思います。違う、主導の仲間のお一人ですね。あ、なんかこうシンパシーを感じるというか、ね、はい、そうですね。一人で俺を向き合いたいなと、デジャブだけが好きなんだ、ね、なんかその酒イコールわっしょいっていうのは未だにあるし、酒イコールこうちょっと乱れるっていうのが、はいはい、まあ、当たり前になってますけれども、整うの逆の方向に行きますから大体ね。よくその、まあ、これはおさ、僕ね、酒屋バーっていうのはまあほとんど個室しか行かないし、あと焼肉屋さんも個室しか行かないんだけど、焼肉屋さんってさ、はい、結構あれ、まあ煙の問題もあるんだと思うけど、はい、割とこう隣の声が聞こえやすかったりしないですか、その、 あ、 そうです、ね、ある種換気がよく、換気よくするために空間があるとか、上の方が空いてるとか、うんうん、ありますね。よくこんなでかい声で会話の内容が全部聞こえるようなトークをする人いるでしょ。聞きたくもないのに聞こえてくるっていうね。僕はね、ごめんなさい、本当にそういうのは、あ、早く帰りたいな今日と思っちゃう、そういう声が聞こえてくると。私もなんかね、あの、本当にこうみんなでワイワイしてると帰りたくなってくるんですよね、なんかこう一人で、いや、もうそうそう帰りたい。それはなぜ、なんかやっぱ一人で、なんか、まあ、やっぱ一人で、私も一人で飲むの結構好きなんで、なんかこう家で一人で泥酔するの好きなんで、こういや、そろそろそろいいかなみたいな。あの、一人で漫画読みながら酒飲んでる時の楽しさね、最高。最近またベルセルクを一巻からずっと読み始めて、こうやって、ああそうなんだ、ここ思い出した、うわーとかって言いながら、これはとにかくもう信長を殺した男と、まだまだずっと好きですね。あと地ね、まあ、好きですね、地球の、それ好きですね、相変について、そう、同じのやつでも何回も読んじゃうんですよね、なんか何回も読んじゃう、新しいのもいいんだけどと思い、新しいのもいいのよ、初めの一歩なんか、俺マガポケ入ってるから、おうおう、マガポケに常に3万ポイントぐらい入れてるんで、すごいっすね。でもファブルと初めの一歩はもう12時過ぎまで、あ、もう今日なんか遅くなっちゃって寝ようかなと思うけど、あ、もうすぐ12時か、12時過ぎたら、あの、初めの一歩配信されるから、もう待ってるもん、ね、ずっと指をこうやりながら、こう、そう、なんか瞬間意外とさ、はい、意外となんか、あの、混んでる時があるから、すぐ見れなかったりするんだよ。あれ、押してんの？あ、もう、なんか来ないじゃん。ちょっと一回歯磨いてこようって。歯磨いて帰って。歯磨いてからまた漫画読むんですか？歯磨いてまた漫画読む。もう読みたいじゃん、どうしても。あ、確かに確かに。あ、緊張感。だからなんかそれをこう、こう夜こう酒でも飲みながら、ウォーリーとリカルド・マルチネスのね、戦い。今中盤戦に入ってきたから。はいはいはい。うん、あ、もう週またいでるからあれだけど、はい、後半になってるけど、はい、とかね、ファブルのね、ル戦いなんかもね、ファブルまたなんかもう新展開してますから、あ、もう私結構、ね、最初の頃からまた読み直しちゃったりとかして、うん、そういう酒の飲み方が好き一人自分の好きな漫画や、ね、ミュージックや、あ、音楽ね、音楽や、まあ、小説読んだりとか、まあ、動画もこうたまに動画もね、YouTube、うん、だらっと見ながら、そうですね、私も中華料理屋さんがまかないとかで、いや、お客さん用に100人分の麻婆豆腐とか作ってるのじーっと見たり、動画ね、動画だとね、腹減っちゃうでしょ。いや、もちろんこっちもなんかちょっとつまみながらですか、なんか、あ、そう、なるほどね、なんか大量に作業してるのをじーっと
と見るのも好きなんですよね。まあ、だからその何をどう見てるであれ、その人様にご迷惑をかけないっていうのがこれ主導のまずあのとても大事なマナーの一つなので、それはこうあれよ、あの人と飲むなとか一人で飲めって言うんじゃなくて、そういう酒の席で、うん、わいがやしてもいいんだけど、とにかく節度のある、こうたがが外れないっていうのがやっぱり指導において大切なんですよ。それはなぜかというと、最初に言いましたけど、あのああほらあいつ酔っ払っちゃってさ、酔っ払うとそうなるよね、酒が入るとそうなるよねっていう、酒というものに対して酒が人格がないから喋らないから、酒はその人格がなく喋らないっていう酒に対して酒のせいにしちゃってるっていうことが僕はもう許せないわけですよ。酒にも人格があるよと物、ね、は言わないだけで勘弁してくれと、俺を飲んでおかしくなっちゃってるお前のせいだと怒ってるよ酒の方がと。それは良くないですよ、ね、そうです。この人に飲まれてよかったと思います。そうあなたに会えてよかったギターと同じだ。そうです、はい、はい。まあ、引き続き、はい、ね、受けましょう、はい、あのマイルールや矜持、そうですね、はい、一人酒をたしなんでいるあなたがお酒を飲む時のマイルールや矜持、また福山さん家元に聞いてみたい酒の道に関する質問などを大募集しております。より具体的に書いて送っていただけると嬉しいです。お待ちしております。しまって一人で生きるつもりだから、優しい言葉をかけたりしないで、本気で好きになってしまうから、今以上の優しさ求めたりはしないわ、人を知れず舞い落ちる花のように忘れるから、流れ星に出会ったみたい、願い事三回数えてる、また夢を見てる、初めての恋じゃあるまいし、初めてのキスじゃあるまいし、ただ泣きそうになる、少し酔ったみたい、帰ろうかな、まだ飲もうかな、愛想笑いも上手にできない、まるでタイプじゃないはずでしょう、ふざけて頭を撫でたりしないで、もっと無口になってしまうから、初めて
ての恋じゃあるまいし、初めてのキスじゃあるまいし、ただ泣きそうになる夜が終わるみたい。一人でも帰れるわ。涙なんて隠してしまって、一人で生きるつもりだから、優しい言葉をかけたりしないで、本気で好きになってしまうから。流れ星、少し寄ったみたいな。帰ろうかな、まだ飲もうかな。あれは酒場の歌ですからね、酒場の歌っていうか、まあ、その酒場をシチュエーションにしてるんですけどね、はい、お送りしたのは福山雅治で流れ星でした。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。それではお知らせです。日本テレビ系10月期日曜ドラマインパート上塚翡翠登場集主題歌あやかし、デジタル配信リリースが決定。毎週日曜22時30分から放送中、清原果耶さん主演、日本テレビ系10月期日曜ドラマインパート上塚翡翠登場集、本ドラマ主題歌あやかしですが、12月5日月曜0時に各配信サイトにてダウンロードストリーミングはスタートいたします。お待たせしました、フルでやっと聞いていただけます。ジャケットアートワークは原作である上塚翡翠の総画を描かれている円田志保さんが担当してくださいました。私福山を上塚翡翠の世界の住人として連れて行ってくれました。描いてくださいました、ありがとうございます。大変気に入っております。とても素敵に仕上がったと思います。円田さん、ありがとうございます。あやかしにまつわる情報、これからいろんな仕掛けをですね見せていきますから、仕込んでますから。間に合ってないとも言われてますけど、そうじゃないよ、仕込んでおります。情報楽しみにしていてください。フジテレビ系音楽特番2022FNS 歌謡祭2夜連続で出演させていただきます。第1夜となる12月7日水曜日は柴咲コウさんとともにコープラスとして出演が決定です。沈黙のパレードの主題歌一つ星、そして容疑者 X の献身の主題歌最愛をスペシャルバージョン、デュエットバージョンで弾き語りで披露いたします。そして第2夜となる12月14日水曜日は福山雅治として新曲あやかしフルでございますと虹の2曲を披露いたします。2夜ともお見逃しなく。そして第73回 NHK 紅白歌合戦出場させていただくことになりました、ありがとうございます。12月31日土曜の放送となります、よろしくお願いいたします。福山冬の大感謝祭その20ゲットバック生中継最前列オンラインチケット販売開始しております。記念すべき20回目の公演となる福山冬の大感謝祭はですね、その20ですよ、より多くの方にお楽しみいただけるよう全日程をオンライン生中継でございます。でね、これもうすでにチケット販売しています。12月1日発売になっております、オンラインチケット。12月1日から12月18日のこの期間中にオンラインチケットを先行で購入していただくと、早期購入者特典をもねなくプレゼントいたします。まず1つ、オリジナルチケットメーカーです。オンライン上であなたの名前入りオリジナルチケットを作成することができます。そして2つ目、最前列デジタルライブフォト。ご参加いただいた公演にて撮影したデジタルフォト、その日の写真です。終演後24時間以内にプレゼント、この2つの特典ございます。ぜひとも早期購入いかがでしょうか。12月24、25、28、29、31年明けで1月1日でございます。詳しくは福山冬の大感謝祭特設サイトを随時ご確認ください。